皆さんこんにちは今回は憲法制定後それ以外の諸法典の編纂それから初期議会のあたりのところですね見ていくことになります確認テスト頑張っていきましょうそれでは確認テストですね四角の一番括弧1穴目から見ていきます1番です政府はフランスの法学者誰々を招き各種法典なんかを起訴させたこのうち民法はとありますから 民法ををししたた原案作りをした人がボアソナードフランス人ボワソナードねフランス人ボワソナードで1890年一旦交付されたが内容がまあこれちょっとおかしいんじゃないの日本に合わないんじゃないのと批判された誰らを中心に批判したこれを何と言うんだっけボワソナードの民法がよくないと言ったのが穂積谷塚穂積谷塚を中心となって民法天論層 このボアソナードの作った民法典民法という法律どうなのということで大きな論争が結局はそのボアソナードの作った民法が大幅に変えられてしまうということになったんでしたねはいそれでは過去の2話見ていきます 憲法発布の直後ですねあ内閣が政府の政策は政党に,に左右されないんだという立場を表明まあこれその、うん、これからお話をする話でもいいし憲法発布直後ですから当然憲法発布の時の内閣でも構わないですねこれが黒田清高内閣黒田清高内閣そして政党国民の選んだ政党が何を言おうと我々は日本にとって正しい素晴らしいと思う道をただ続き進むだけだ的な話い何だっけこれ「超鮮主義超鮮主義」 超然として政党の外に立って私たちは最も日本にとってベストだと思う方向を突き進むんだ的なことを言ってましたしかし第一回の衆議院議員総選挙では立憲自由党立憲改新党といった何とかが対象自由党改新党をま合わせたような概念として民党ですよね、まあ、政府の味方である李党と、まあ、政府反対政党である民党民党の方が勝って衆議院の多案数可案数を占めたから、まあ、政党の言うことは聞かないと言っても 半分以上を占める民党が起きゃしないと。例えば予算も成立できないんだよね。ということで大騒ぎどうしようかということでさまざま攻めぎ合い、政府とねこの民党との間でやり取りが行われていくことになるわけです。はいそれでは一問一答形式資格の2番ですね見ていきましょう。過去の力です。 第一議会第一回の帝国議会のこ座ですけどこれについて第一議会で予算問題に関して民党が掲げていたまあ正非節減経費節減でもいいよありますから二つ掲げたスローガンのうちの片っぽが出てきますからもう一個は税金下げろといったような意味のとこ単語ですね民力給養ための力を休ませろね民力給与だ正非節減だと民党国民の選んだその政党の人たちは言っていたそして B 政府が 結局自由党の一部をを切り崩し予算を成立させたまあ政府の予算が成立したということでこんなふうに自由党の一部がまあ政府に味方したわけでよくもう裏切ったなこれやめてしまったのは誰だっけ中江町民ね中江町民は第一議会のと議員辞職をしているというところも一回確認しておきましょう。はいそれでは四角の2番括弧に見ていくことにします。 えー、第一次マスカタマフ内閣の時の時出来事ですね1891年来日中のロシア皇太子が津田三蔵に切りつけられた、まあ、こんな事件その切りつけられた場所からそうですね大津事件滋賀県琵琶湖のほとり大津大津事件にいましたから B 法権回復を目指していた税権法権のうち法権を中心にと思ってたけどこの事件大津事件で隕石地獄。 この責任を取ってやめることになってしまった外務大臣は誰ですか。うん、そうだね。青木修造話は結構まとまりそうになっていたが、この事件で大津事件で責任を取る形でやめることに。そして、C 第二期会後に選挙干渉。まあ、第二議会が終わった後に衆議院が解散され、選挙が行われた。まあ、その時、選挙干渉を行った中心となるのが内務大臣ですよね。これが品川弥次郎。 品川矢次郎漢字、ね「やじろう」という漢字もしっかり書けるようにしておきましょう。 はいいの3番見ていくことにしましまょうえ衆議院議員選挙法の編成について以下の票の空欄にあたまるうんいいかな総理大臣が並んでいてで何円以上足りますから A のところには直接国税そして年齢性別がどうなったのかですよね。直接国税15円以上収める25歳以上の男子時の総理大臣は時の総理大臣はうんこの衆議院議員選挙法は憲法制定と一緒同じ日ですからまあ憲法の時の総理大臣といえば黒田清隆ですよね。 そして15円以上収める25歳以上上める歳の男子これが10円以上3円以上とこのあと変わっていきますがまず最初の段階をしっかり直接国税15円以上納める25歳以上の男子とこの直接国税というのもちゃんと埋められるようにするのがポイントですね。ははいそれでは四角の3番 正誤問題ではなくて今回は並べ替えですから、まあ、文章が正しいんですけどそれを古い順にというところの問題になりますね見ていきましょう、まあ、古いものから年代順にと書いてあります一日三番まず一番は松方内閣の話ですね選挙干渉を行って、まあ、時の内務大臣品川弥次郎とかが出てくる内閣でいうと松方内閣というところですねそして二番第一回帝国議会これ自由党の一部が予算成立に協力したこれは誰の時 内閣でいうと総理大臣誰の時これが山形有朝内閣まあ第一次というところですね総理大臣山形有朝の時に、まあ、これ自由党の土佐派を買収してということでした三番民権派の再結集に対し政府は朝鮮主義の立場を表明朝鮮主義で誰だっけこれは黒田清高でしたね一番最初の総理大臣伊藤博文の後その後黒田内閣で山形内閣 まあ、使った内閣とくるわけですから「いくやま」とくるわけですから321答えは3214万ということになります。はい今回最後にやったようにたまに出てくる順番並べ替え問題。 これも結構試験ででは、ね、あるやつです、まあ、ポイントは一個一個の年号の時もありますけど年号ではなくて誰の時なのか、まあ、今回でいうと内閣ごとに抑えるで、まあ、大きな流れの中でこうだったからこうというね因果関係つながりて抑さえてもいいんですけれどもただこういう問題見ながらこういうふうに出されるんだそういうのを出された時にどうするか迷わないように困らないように今どういうふうに勉強するかっていうふうにねそのテストでの出され方から逆算しながら勉強していくというのはすごく重要な方法です。